幼少より、兄、伊勢崎光氏と共に、父の指導を受けて陶技を学び、地下式穴釜の復元を試みるなど、素材と釜の特徴を活かした作品を基調とし、伝統的な茶刀から、陶壁、オブジェなど、現代的な作風への取り組みが認められて、平成16年、備前焼で人間国宝に認定された伊勢崎純氏。 作者の作品の中でも近年特に人気のある備前黒。京視や公園と黒字に白窓を設けてある本作は、身の塔の黒織部を取り入れたかのような、秀逸な茶碗仕様の酒飲みです。